リーグアンは、スポンサーシップにより、リーグアンウーバーイーツとして知られる、フランスのプロサッカーリーグである。リーグドフットボールプロフェッショネルの主催により、20クラブによって争われ、リーグドとの間で、クラブの昇格と降格が行われる。1932年に創設された。かつては、ディビジョンアンと呼ばれていたが、2002から03シーズンに、解消した。国外のモナコからは、 A.S. モナコが参加している。最多優勝はサンテティエンヌの十回。その後マルセイユとパリ・サンジェルマンの九回、なんととモナコの八回、リオンの七回と続く。最多連覇記録は、リオンの二千一のゼロ二シーズンから二千七から零八シーズンまでの七連覇。PSG 大観戦フランスのリングンは、イングランドのプレミアリーグ、イタリアのセリエ A、スペインのラリーが、 ドイツのブンデスリーガと共にヨーロッパの5大プロサッカーリーグを形成している。リーグアンでは20のチームがそれぞれ2回互いの本拠地で試合を行い順位を決定する。シーズン終了後、リーグアンの回とリーグ2の上位にチームずつが自動的に入れ替わる。リーグアン1 8位クラブとリーグ2の3位クラブは入れ替え戦を行い勝者が昇格する。イングランドのプレミアリーグ。 スペインのリーガエスパニョーラ、イタリアのセリエ A、ドイツのブンデスリーガのように UEFA ランキングで1位を獲得したことはない。ため欧州最上位のリーグとは言えないものの、同ランキングでは常にこの4リーグの G を占めるハイレベルなリーグである。近年の傾向として、国際大会では2003から04シーズンの UEFA チャンピオンズリーグで AS、モナコが準優勝。 同シーズンの UEFA カップでは、マルセイユが準優勝、オリンピックリオンも2003から04シーズンから3、シーズン連続で CL ベスト8に食い込むなどの、特定のチームの活躍はあるものの、総じてなかなか上位に進出することができないでいる。また、国内リーグでは2000年より、オリンピックリオンが一時代を築いた一方で、資金力を持つ、 ビッグクラブが全評判通りの力を発揮することができないケースが多く、2010から11シーズンにリーグアンの常連であった AS モナコが降格したり、2011から12シーズンには数シーズン前まで2部にいたモンペリ HSC が優勝するなど順位が予測しづらい混戦の時期が続いた。その後、 2012から13シーズンからパリー・サンジェルマン FC が4連覇を果たした。現在リーグワンでプレーする選手には、フランス代表やブラジル代表をはじめとする各国の代表選手が多数在籍しているほか、フランスが辿ってきた歴史的経緯からアフリカ系の黒人選手が非常に多いのも特徴の一つである。将来を期待されている若手が多く、 アフリカ系選手にも高い潜在能力を秘めた選手が多いため、かつてはオランダのエール・ディビジと並ぶ東流門リーグのような位置づけであった。マイケル・エッシェン、ギリエド・ドログバ、ロナウジーニョ、エデン・アザールらがリーグアンで研鑽を積みたリーグの競合クラブへと移籍している。しかし、パリ・サンジェルマン FC の経営体制が大きく変わった2010年代以降は、 各国の代表選手のリーグアン参入が目立つようになり、かつての東流門リーグのようなイメージは払拭されつつある。2021年6月3日に行われた LFP の総会で2023から24シーズンから18チーム制に移行することが正式に承認された。これを受けて2022から23シーズンのリーグアンは4チームが自動降格となり、 リーグでの昇格も2チームに限られることになる。ボルドーリー・ルモンペリエニースリオンマル・セイユ PS ・ P.S.G. レンヌ・サンテティエンヌ・モナコナント・アンジェストラス・ブール・ディジョン、ランス・ニーム・メス・ブレストロリアン・ランス・リーグ・アン202021 2020のクラブ所在地前年度最終済み順、カッコ内は、ホームタウン所在地、は、リーグでからの昇格クラブ、は、UEFA チャンピオンズ・リーグ2020から21、 出場は UEFA ヨーロッパリーグ2020から21出場パリ・サンジェルマン FC オリンピックマルセイユスタット・レンヌ FC リール・ OSC オ,ッーオークック・ニーススタット・ランスオリンピック・リオン・モンペレージエスーエース・ SC ・ a s モナコ FC RC ・ RC ストラスブール・アンジェス・ COFC ・ジロンダンボルド・ FC ・ナント・スタッドブレスト 29FC メスディジョンフコエースサンテティエンヌ・ニームオリンピック FC ロリアン RC ランス中1.1992から93シーズンはマルセイユが優勝したがヤオチョウが発覚したためタイトルを剥奪された中1フランス国内リーグでマルセイユのヤオチョウが発覚したためチャンピオンとして活動する権利を失った全国プロサッカー選手連合によって毎年開かれるアワードの中で最優秀選手 最優秀若手選手、最優秀ゴールキーパー、最優秀監督、最優秀チーム、最優秀ゴール2賞が贈られる。2016、2017シーズンの平均観客動員数は2499人で、欧州リーグで5位であった。ありがとうございます。